レディ・カンプソンはアメリカ合衆国の女優、映画プロデューサー。デビューはサイレント映画期。代表作はニューヨークのハトバとアカデミー主演女優賞にノミネートされたボンー。1897年3月19日、ユタ州ビーバーの鉱山キャンプで鉱山技師、金採掘者、食料雑貨店経営者の父バージル・カンプソンと 家事手伝いホテルメイドのメアリー・ラウシャーの子として生まれる。出生名はエレノ・アルサイム・コンプソン。ソルトレーク高校を卒業。若くして父親を亡くし、16歳でソルトレークシティの劇場でバイオリニストとして働き出す。巡業でボードビルの寸劇を演じていたところ、ハリウッドの喜劇プロデューサーのアルクリシティの目に留まり、契約。1915年11月公開の ウォンテッド、A リーディングレディーで映画デビューする。1916年には25本の映画に出演。オールモスと a ウィドウを除いて、すべてアルクリスティの短編映画だった。クリスティとの契約が終了する1918年半ばまで、このペースで多数の短編映画に出演。1919年、パラマウント映画と5年契約を結び、ジョージ・ロー・オン・タッカー監督作品。 ミラクルマンで長編映画デビュー。人気を得たことでプロデュース業にも進出。愛の虜を制作、主演した。四つの顔の女を完成させたところで、パラマウントに週休2500ドルからの昇給を要求するが、会社は拒否。新たにロンドンの映画会社と契約を結び、グラハム・カッツ監督のウーマン・ツー・ウーマン、ホワイト・シャドウに出演する。まだまだ、 カンプソンに人気があることを知り、ジェシー・エル・ラスキーは最高額で、カンプソンをパラマウントに呼び戻す。ハリウッド復帰作の、性の敵の監督ジェームズ・クルーズと、翌1925年に結婚。しかし契約はそれ一本きりで、カンプソンは、フリーランスの道を選び、低予算のコロンビア映画、春の花パリ情緒や、チャドウィック・ピクチャーズ、ザレディー・バードなどに主演。 肉体と悪魔でグレタ・ガルボの代役に検討されたが、結局ガルボがそのまま出演した。1928年には、ファーストナショナル・ピクチャーズのパートトーキー映画、煩悩に主演、アカデミー主演女優賞にノミネートされた。同年、ジョセフ・フォンスタンバーグ監督のニューヨークのハトバにも出演。これらの作品で、カンプソンの人気は復活、トーキー時代を迎えて、 多忙な女優となった。ミラクルマン、ザビッグシティでカンプソンと共演したロン・チェーニーは、自身初となるトーキー映画3人の相手役を依頼したが、忙しすぎて出ることができず友人のライラリーを紹介したほどである。1930年だけで9本の映画に主演。しかし、ゲイリー・クーパー主演、スポイラースのヒットを最後に、出演はポバティローの映画ばかりになる。 それでも、風と共に去りぬのベルワトリング役のスクリーンテストを受けるが、役は得られず、ヒッチコック監督のスミス夫妻で小さな役をもらうのがやっとであった。1948年のヒアカムズトラブルを最後に女優を引退。その後は化粧品会社の経営や3番目の夫の事業を手伝った。1974年4月18日、 カリフォルニア州グレンデールの自宅で心臓発作のために死亡。77歳だった。サンフェルナンドミッションセメタリーに埋葬。結婚は3回したが、子供はいなかった。映画産業への多大な貢献により、バイン通り1751にハリウッドウォークオブ、フェイムの星と名前を刻まれた。ありがとうございます。